校、チームチャイマンです。チャイマンの皆さん、どうぞお越しくださいませ。はい、ありがとうございます。どうもお願いいたします。さあ、チャイマンの皆さん、よく知ってます。ちょっとピンポイントの方がね、よろしいですか。感じることができ
ましたけど、あのちなみにおしろこのスープこのテントですね、結構並んでると思うんですけど大量にあるという話ですね。3本くらい大きいなので、まあまあ本当はあの大変なので、ぜひお願いします。では続いていきましょうかね。チャイバーに続いては大塚女子大学の皆様、チーム名はアルファです。アルファのみんな、どうぞこちらの方にお願いします。どうぞどうぞ。リアクションが一番多いと思いますけど、
ですか、ちょっと意外ですか、それは。予想としてはもっとどっちに寄りそうだと思いますか。あー、でもね、いいじゃないですか。ほとんど66、ね、もう 70% 近く、役所の皆さんに入っております。やっぱ女子同士で作業するので、めちゃ喧嘩した大事ですよ、喧嘩することは大事ですからね。お互いの欠点というのに認めるので、ね、向上されたと思いますけど、すごい素敵なプロジェクションマッピングで楽しませていただきました。大島女子大学チームアルファ、ある時はしなやかに、ある時は力強く、ありがとうございました。ありがとうございます。西安造形大学幸せを共有するクラブの皆さん、お願いいたします。どうぞこちらの方にお越しください。そう、幸せを共有する代表の話を聞きたいと思います。いかがですか、アピールポイント、こういう心を感じてほしいというのがあれば教えてください。私たちは雨乞いをキーワードに考えてみました。雨乞いの中でも雨を司る神とされているエビや米を生贄にするのは禁忌とされているのですが、今回はそこにフォーカスを当て、雨を必要とする人と自然の調和を表現しました。ありがとうございます。まあね、本当はもう雨なくては我々人間というのは生存するのが不可能なわけですからね。そういう感じで調和というテーマがどういう風に融合していくのか楽しんでいただきたいと思います。それではこの準備はよろしいですか。皆さんも行きましょうか。参りましょう。西安造形大学幸せを共有するクラブで雨乞いです。
でした。リアクションかっこいい、クール。どうどうどう、このリアクションは。